クレジットカード、クレジットカードとは、商品を購入する際の後払い決済、支払いする手段の一つ。または、契約者の番号その他が記載され、及び記録されたカードである。クレジットとは、貸し方のこと。分割払い機能を持つ者を、クレジットカード、一回払いの者のを、チャージカードと呼ぶこともある。それに対して、即時払いのカードは、デビットカードと呼ばれる。 クレジットカードは、その前身も含めて、アメリカ合衆国では、約150年の歴史がある。クレジットカードは、利用代金を後で支払う後払い、ポストペイである。このため、前払いのプリペイドカードや即時払いのデビットカードと、異なり入会に際して審査が行われる、入会に、通用参照。クレジットカードには、磁気ストライプによるものと IC によるものがあり、 IC で決済が行われた場合は、署名に変えて暗証番号の入力を行うことで決済を行うことができる。クレジットカードは利用できる加盟店で商品の購入に際し、クレジットカードを提示すると、一旦、クレジットカード会社が加盟店への支払いを肩代わりし、後でカード利用者へ代金を請求する仕組みである。流れは以下の通り。また、 クーズも参照されたい。ここでは、ノンオーアース取引で説明する。また、信用紹介は省略した。カードの利用にあたっては、クレジットカード発行会社へ、信用紹介が行われる。ここで承認が降りない場合、期限が切れている、限度額を超えている、支払いが遅れている、等、クレジットカードを使用することはできない。米国や日本などでは、基本的に、 カード払い、ただし一回払いでも、現金払いでもカード利用者への請求額は同額であるが、イギリス、デンマーク、スウェーデン、オランダ、オーストラリアなどではカード取り扱い手数料の加算請求が認められている。米国ではカード発行会社は銀行でなければならないので、窓口や通常の預金、貸付業務などを行わない。 クレジットカード専門の銀行が多数存在する。米国や日本のように、カード払いでも、現金払いでもカード利用者への請求額は、同額の場合、利用者から見ると加盟店にとってカード払いも、現金払いも、同じに見えるが、加盟店に実際に支払われる金額は、現金取引の場合の金額から、手数料を差し引いた金額で、この手数料は、結果的に加盟店管理会社、 処理センター、カード発行会社で分配される。手数料は通常3%前後であるが、加盟店と加盟店管理会社の力関係、取引額などにより異なる。その他にも、加盟店は加盟店管理会社から以下のような様々な名目の料金を徴収される。カードの不正使用。例えば他人のカードを使ってカード名義人になりすまして加盟店で買い物があり、 カード名義人からカード発行会社に通報があると、加盟店はカードの裏の正規名義人の署名と同じ署名のあるカード使用スリップや名義人がカード発行会社に登録した住所への購入物品の送り状などを加盟店管理会社に示して歌詞の中、他行を証明しなければならず、それができなければ不正使用の損失はその商品、サービスを販売した加盟店がこうることになる。 クレジットカードを入手するためには申し込みを行い審査を受ける必要がある。審査の基準はクレジットカードの種類や異種話によって異なるが、特に米国においては信用情報、クレジットヒストリーが非常に重要となる。そのため現金を多く持っていてもクレジットヒストリーがない、あるいは返済状況が悪ければクレジットカードの取得は困難となる。そのため、 まずは予診を行わない、デビットカード、チェックカードと呼ばれることもあるである程度、クレジットヒストリーを築いた後、クレジットカードを取得することになる。2014年3月時点での世界シェアは、ビザ48.5%、マスターカード31.7%、ユニオンペイ銀ネ8.9%、アメックス8.2%、JCB2.5%、 ダイナース0.2%である。世界ではトップシェアでマスターカードと並ぶ2大ブランド。日本においては JCB に次シェアは2位である。当初は住友クレジットサービス、現在の三井住友カードを主とするビザジャパン協会現在のベアのみがカード発行及び加盟店の開拓を行っていたが、1987年のスペシャルライセンシー制導入後は、 VJ 協以外の銀行系や、審判系、流通系等、多くの企業と提携を行っている。世界的には、ビザと並ぶに大ブランド、イムブ仕様の先駆けの、ユーロペイと提携から始まり、2002年7月に、ドイツ・フランクフルトで統合、USA 商品開発本社と EU 本社に分かれる。しているため、ヨーロッパ圏などで強いと言われていたが、現在では両陣営に、 同時加盟しているカード会社が、加盟店開拓を行うことが多く、ビザが使える店舗ではマスターカードも使えるため、どちらも利便性に大きな差はない。日本においては、ビザが原則として直接加盟を認めていない非銀行系のカード会社へのブランド供与、CM 構成などを積極的に推進することによって、勢力拡大を図っている。アメックス。 アメックスの通称でも知られる。アメリカホテル組合会社が発行券を買収して現在に至る。カードのグレードに合わせ用意された豊富なサービスが特徴。ゴールドカード、プラチナカード、ブラックカード、正式名称はアメリカンエキスプレスセンチュリオンカードの元祖である。また、自社発行のカードにグレードに応じた利用限度額を一律に設定していない。 実質の限度額を増やす条件には、アメックスの支払い実績を作るか、資産の裏付きに応じること等が挙げられる。上記2社とは違い、自社でカード発行を行う、イシュア業務とアクワイアラー業務と伴いに、日本では MUFG カード、クレディセゾンに、香港ではイオンクレジットサービスの現地法人に対しも、ライセンス供用を行っている。 ローマ兵士のカードフェイスで知られる。日本国内では自社加盟店のほか、提携先の JCB の加盟店でも使用できるため、日本国内における利用可能店舗数は上記の2社にほぼ並ぶ。日本で最初に発行された日本企業による本格的なクレジットカード、民間企業で初めての銀行口座からの自動振り替えを実現するなど、 長らく日本のクレジットカード業務を開拓、牽引してきた。アジア発の国際ブランドである。アジア各国を中心に加盟店を増やし、韓国や台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイなどでは、ビザやマスターカード並みの加盟店がある。また、アメリカ合衆国などでは、加盟店開拓業務で、アメリカンエクスプレスとの提携を行っているが、完全な相互開放ではない。 加盟店側がオプションとして選択する形式。また、後日のディスカバーとの相互開放提携を行っている。日本最大のカード会社のため、日本での利用店舗数は最大規模を誇り、地方には JCB しか使えない店も散在する。日本では自社及び JCB グループ、フランチャイズ以外のカード会社にもライセンス供与、加盟店開放、ブランド発行会社を行い、 提携先を通じたカード発行も行われている。これらのカードも含め、2007年現在は日本で、トップのシェアがある。アメリカでは、様々な業種によって、クレジットカードが多数発行されてきたが、飲食店を中心に、汎用型のクレジットカードとしては、アメリカで最初のものと言われる。ほとんどの自社発行カードの利用限度額には、一律に制限を設定していない。また ゴールドカード以下のグレードに値するカードは発行しておらず、入会時には高い属性が要求される。このためステータスが高いブランドの一つと言われていた。長きにわたり、独立系で加盟店は少なかったが、2000年にシティグループに属したことで、米国、カナダにおいて、マスターカードとの提携実現、また、日本においては、JCB と加盟店開放契約、アメックスと、 同様、完全開放ではなく、オプション扱いを締結、北米地域、日本における利用可能点は拡大している。2008年4月、シティグループは、経営不振により、参加のダイナースクラブインターナショナルをディスカバーフィナンシャルサービスに売却。ディスカバーの参加となった。アメリカ発、カード会員5000万人、加盟店400万店以上。大半の加盟店は、 アメリカであるが、一部カナダ、メキシコ、コスタリカ、ミクロネシア、マーシャル諸島やカリブ海の諸国で加盟店開拓を手入る。また JCB 及び中国銀ツラネと加盟店を双方開放しており、日本、中華人民共和国、シンガポール、タイ、韓国など、アジア地域での利用可能点を急速に拡大している。2017年現在、 日本国内の会社からカード発行されていない唯一の国際ブランドである。中華人民共和国を中心に広がっている決済、ネットワークシステム。国際表記はチャイナユニオンペ、ロゴ上ではユニオンペ。クレジットとデビットの2種類がある。中国以外にもアメリカ合衆国、日本、シンガポール、韓国、タイ、ドイツ、フランス、オーストラリアなど、 約20カ国で利用できる。前述のディスカバーカードと加盟店の相互開放を行っている。銀行によっては、ビザ、マスターカード、JCB との複合タイプも発行されているため、それらについては、当該ブランド加盟店での利用も可能。通常、使用者の属性に応じて、カードごとに利用限度額が定められており、 日本では一般カードで3万から50万円、利用実績などによっては50万円超100万円程度を、富裕層を対象としたゴールドカードでは50万から300万円程度となっており、属性や利用実績などによって開きがある。諸外国のカード会社では限度額を月給の XY 相当額までなどと設定しているケースもある。 利用限度額と未払い債務、未請求の債務を含む額の差が、その時点でのクレジットカードによる立て替え払いが可能となる金額となる。クレジットカードによって異なるが、少額なら利用限度額を超える利用ができる場合もある。なお、事前の利用限度額を設けないとしているカードもあるが、カード会社側では実際は規定の限度額、予診枠を管理しており、 多額の利用をしようとすると承認が求められる。なお、コールセンター等に利用限度額を上げるように申請すると、改めて審査が行われて、利用限度額が増えることもある。このことを、予診枠を増やすことから、増枠と呼ぶことがある。また、海外旅行に行く場合や、国内であっても大きな買い物をする場合、一例としては、リフォーム費用、自動車修理費用、 観光総再費用など、一時的に利用限度額を上げてもらうこともできる。申し込みの際は、用途や期間を聞かれることが多い。これは、臨時増枠、一時増枠などと呼ばれる。なお、一部のカードでは、目的別、店舗別に、複数の限度額が設定されている場合がある。過去には、国際ブランドと提携したばかりのハウスカード、ハウスカードについては、口述で、 自社店舗利用分と国際ブランドでの利用が分かれていたものも多かった。現在では決済システムの統合のためにほとんどなくなっている。クレジットカードには様々な支払い方法が用意されている。使用代金の支払いサイト、締め日から引き落とし日までの期間はカードの種類や発行会社によって異なるが、月末締め翌月27日引き落としや、 15日締め翌月10日、引き落としなどの形がある。会社によっては、あるいはカードによっては、複数の支払い日から選択可能な会社もある。日本以外の国では、アドオン払いまたは、リボルビング払いがあるものを、クレジットカードとし、毎月の利用額を月ごとに全額払う、一括払い、カードをと呼んで、クレジットカードと区別することがある。アメリカにおける、 アメリカンエキスプレスやダイナースクラブの使用カードはチャージカードである。チャージカードにおいては利息ではなく加盟店からの手数料、カード利用者からの会費や手数料、外国為替手数料など、付帯サービス、旅行代理店業などの売上などから利益を得ている。法人、主に大企業を対象に発行される経費決済カード、利用限度額は法人、または 部署単位で設定されており、契約形態によるが、法人側が任意にカードの発行枚数、利用者を指定できるようになっている。また、キャッシング機能を付帯させることも可能。法人によっては社員にこのカードと口ずつの、福利厚生カードの2種類持たせ、着服させないようにしているところもある。主に接待費や出張費、消耗品購入など、 法人の経費を決済する際に用いられ、それらの費用はカード会社が建て替えるため、法人側は支払い日まで現金を用意する必要がなく、カード利用分は経理担当などが明細によって、利用者ごとにどの加盟店でいくら使ったか確認できる。特に、コーポレートカードは運送会社にとってメリットがあり、車両元にコーポレートカードの子カードを発行できるため、どの車両で いくらガソーリン、軽油や高速道路を使ったのか把握するのが容易になる。また、ゴールドカードに準ずるサービスのため、出張時の空港ラウンジや旅行障害保険が無料付帯される等の利点がある。クレジットカードのご自体は、1887年にアメリカ合衆国の著作家、エドワード・ベラビーが2000年、 104年後を舞台にしたユートピア小説で用いたのが最初とされている。この小説では、クレジットカードという語が11回用いられている。この小説で、ベラミーは100年後の社会で、紙幣に代わる国家から配布される労働の対価、支払い手段としてのクレジットカードを構想している。クレジットカードの出現は19世紀後半の アメリカ合衆国にその期限を求められ、20世紀に入ってガソリン、流通など特定の業種を中心に発達した。アメリカでのプラスチックカードの普及は1950年代からであり、他のカード先進国では1960年代に入って普及した。米国では膨大な小切手勝利、高額紙幣の信用が低く使いにくいこと、100ドルが偽造されることが多い。 偽札参照、社会生活に必要不可欠な信用情報、クレジットヒストリー及びクレジットスコアを構築する手段や、使用者自身の信用を証明する手段として、クレジットカードが最も一般的であること、日常的な消費に当たりごく少額の支払いであっても、クレジットカードによる支払いができる等の理由により、クレジットカードの保持及び使用が多い。 ビザやマスターカードのメンバー銀行、アクワイアラーがデータ処理を委託、アウトソーシングしていたアリゾナ州のデータ処理会社、カードシステムズから約4000万件のカード情報が、外部流出した問題が2005年6月18日に、発覚、両社と提携している日本のカードでも流出データが、発生し、流出情報を元にしたカードの不正使用も発生し、被害が出ている。影響は、 ビザやマスターカードに限らず、アメックス、ダイナース、日本の JCB も情報流出、不正使用があった可能性があると発表され、これらのカード被害が世界中に広まっていることが分かった。この問題の原因は、本来ならデータ処理会社が保存してはいけないデータを保存していたことにあるとされ、そのデータをクラッキングされて流出したことが分かっている。 利用者側からの方策としては、毎月の利用明細書をきちんと称号し、1万1不正利用があった場合には、カード会社に申し出ることが必要となる、不正利用と認められれば代金は請求されない。紛失の場合と同様に新たな番号のカードへ切り替え再発行の依頼も検討する。2007年のサブプライム住宅ローン危機器は、クレジットカード業界にも影響を与えた。 サブプライムローン問題以降、カードの未支払いは増加し、貸し倒れは増加している。貸し倒れ増加の背景には、個人の返済能力の低下及びカード利用額の増大が指摘されている。貸し手の企業には、貸し倒れの拡大を防ぐディフェンシブな対応と、防衛的な対応が増えたために、カードが作れなくなった人へ抗議でお金を貸し付けるというアグレッシブな対応が出てきている。 クレジットカードは使用の際には信用紹介が行われる。また、クレジットカードが保持者に届いた場合、すぐに利面の署名欄に署名しなければ、紛失、盗難時の不正利用でクレジットカードがみなされた場合、カード発行会社から保証は全くされず、カード保持者が全額支払う羽目になる。このため、クレジットカードの署名欄はカード犯罪防止に対して、 重要な意味を持つ。また、クレジットカード加盟店において詐欺、もしくは不正なカードではないか考えるにたる、クレジットカードが行使されたとき、もしくはそう考えるにたる、カード持参者が現れたときに、持参者になるべく気づかれないように、カード会社に通報できるようカード会社が定めた、不調が存在する。この不調で通報を受けた、カード会社は、 加盟店の保護を最優先に処理を行い、専門のオペレーターが対応を行う。その際、なるべく持参者に気づかれないよう状況の把握、はい、いいえ形式質問を行い、また必要な場合は、オペレーター経由で警察への通報などを行う。また、カード会社が、直接、カード持参者、または、カード所有者に電話で質問する場合もある。なお、 加盟店から警察に通報することは稀であり、不審者を店舗が拘束することはない。そのカードを使う以外の決済手段を求めるのが通常である。ただし、その時点で情報は全国、全世界の加盟店に通知される。犯罪の実例、2006年7月、JCB の子会社である JCS、日本カウンターサポート社の派遣社員が、 クレジット機能付き有致カードの受付の際、顧客から暗証番号を聞き出し、現金を引き出し逮捕された。クレジットカード不正使用対策のため、政府は2020年までに IC カードと IC カードに対応した決済端末を普及させる予定。会員、カードホルダーになると、決済、先延ばし払い以外にも特典がつくことが多い。例えば、利用実績に応じた。 ポイントサービス、国内、海外旅行障害保険、チケットの優体販売などである。また、海外渡航の際は、身分証明書の一つとして、支払い能力の保証や、信用保証が得られる場合もある。現金払いの場合は、支払い能力の証明にデポジット、マイナス保証金の全納を要求するホテルが一部にある。カード会社によっては、累積ポイントの無期限化や、 交換景品、付帯サービスを拡充することによって、会員サービスの向上を図っている。決済サービスそのものだけでは、他社との差別化ができないゆえの施策だが、その原資は、会員から徴収する、年会費や加盟店からの決済手数料によって、賄われているに過ぎない。短期に氷回りの運用が可能な場合には、クレジットカードで支払った代金の決済日まで、その資金を運用し、 運用益を稼ぐこともできるため、日本でもバブル崩壊期までは、在宅の一つだった。日本の業者では少ないが、欧米では、FX や CFD などにおいても、クレジットカードによる入金が可能な業者がある。盗難や紛失などの場合は、発行のクレジットカード会社へ連絡すれば利用が停止され、被害の発生を最小限に抑えることができる。また、 カード会社によっては、カード盗難保険などをあらかじめ付帯しているカードも多い。これは、被害者の利益を考えてのサービスではあるが、過去にクレジットカードやローンカードの第三者にいる不正使用が特定の条件下では、カード所持者の責任ではないとの判決が出たことや、預金者保護法が2006年に施行されたことなどの周辺環境要因により、カード会社側が未然に、 損失のの限定を狙ってのことである日本では1990年代、インターネットサービスプロバイダーへのアカウント使用料の支払いのために欠かせないものだった。これは、当時、口座振替や払い込み書き払いなどの決済手段が充実していなかったたである。2010年代においても、いわゆる格安スマホやオンライン DVD レンタルサービスなどの利用料金支払いには、 クレジットカードが必要な場合がほとんどで、デビットカードは、不可、口座振り替えや、その他の支払い方法には対応していないことが多い。国によっては、使用できるクレジットカードが制限されていたり、使用できない国がある。キューバの場合、使用できるクレジットカードは、アメリカ系金融機関以外の金融機関、日本、カナダ、ヨーロッパ、中南米などの金融機関で決済され、 かつ、アメリカ系企業以外と提携しているビザと、マスターカードのみで、それ以外のクレジットカード、アメリカ系金融機関で決済されるイサと、マスターカードやアメリカ系企業と提携しているビザと、マスターカードも含むは使用できない。そのため、キューバを訪問した観光客が現金をわずかしか所持せず、クレジットカードに依存したがゆえに、現地で困窮するケースもある。 イランでは一切クレジットカードは使用できない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。